ポスティング制度を利用してメジャーに挑戦することを表明している日本ハム大谷がファンフェスティバルに参加し、本拠地、札幌ドームに別れを告げた。栗山英樹監督は、こっちがしっかり頑張らないと、大谷も落ち着いて野球ができないと思うと、日米離れ離れになる、師弟が互いに奮闘を誓い合った。